このアルバムを11月7日にリリースさせていただいたんですけど、そのアルバムに込めた思いだったりとかっていうのを、いろいろインタビュー受けたので、ぜひぜひ読んでください。お願いします。ということで、メールが届いています。ありがとうございます。ラジオネーム、イケペイさんめっちゃ元気に読んだ。いや、投げキス飛んできました今ありがとうございます、嬉しい。確かに初めましてですね。初めまして、こんばんは。マナさんっていうですね、絶対知ってますよね絶対知ってますよね。マナさんっていうんですね、可愛いですね。あ、ありがとうございます、嬉しい。いつも言ってくれないんですよ。ブスと思ってるのかなって思ってましたテーマの結婚、一回したことはありましたが、音楽性の違いで解散音楽性でなんか何々、ロックとなんかポップスとかそっち系ですかね。カスタネットとかそっち系の、なるほど、今は気楽な独り身生活してるけど、結婚っていいもんですよ。あ、間違えました、いいもんでしたよなるほどね何もコメント返さないやつ何もコメント返さないいいな、私も結婚したことないから一回してみたらわかるかな、その良さが。ということで、なんかいいですね、ありがとうございます。メッセージ、なんか音楽性の違いがすごい気になるので、後でちょっとね話聞きたいと思いますけどありがとうございます、嬉しい。はい、ということでメッセージも来てますね、ありがとうございます。15番目の男さん、結婚、お一人様にはわからんビーサー、わからんビーサー、当たってますイントネーションあんまり方言わからんけど大丈夫。披露宴とかは彼女の意思が尊重されるべき。お、いいですね。でも相手の親御さんのこと考えると、彼女がやりたくないって言ってもね、さて出会いはどこかねって。出会いはもうそこら辺に散らばってますよきっと、15番目の男さん。なんかね、そうなんかテレビでやってたんですけど、まあ、その人は女性なんですけど、もう周りからもなんか、あんたは絶対結婚しないとか、もう30、40手前か分かんないんですけどぐらいまで彼氏とかもいたことなくて、その人そうで、なんか焦るじゃないですか、結婚しなきゃって。でそしたらなんかいろいろ自分磨きしてたみたいなんですけど、でもなんかある時ふと気づいたらしいんですよ、その人。なんか自分磨き、女性を磨くためにお花、生け花に通ってたらしくて、で生け花やってる時にふと周りを見たら、みんな女性だったっていうことに気づいて、あ、周り女性しかいないみたいなってことに気づいたらしいんですね。そしてなんか隣のビルでなんか園芸みたいなの、園芸教室みたいなのやってたらしくて、でそこをちょっと覗いてみたら男しかいなかったらしくて、あ、なるほど、ここだと思ったらしくて、でその人はなんかもう生け花教室やめて園芸教室に行ったらしいんですよ。そしたらその園芸教室に初めて行った時に隣に座った人と結婚したらしいですよ。すごくないですか。そうだからなんかこの自分磨きも必要だけど、なんかやっぱり自分からなんか、例えばね、15番目の男さんだったら男性の方なので、女性がいる場に自分から行くっていうこともすごい大事かもしれないです、もしかしたらね。そう、その人が言ってましたよはい、中野町の和樹さん、カルミアの PV は幼馴染の結婚の場面が印象的なのですが、デスティニーだとどんなイメージの映像なんだろうか。あ、なるほどね。そうカルミアは私が親友にね向けて書いた曲で、そうなんですけど、デスティニーは私がなんか高校の時にのこう好きな人っていうかに向けて書いたので、なんだろうね、こう私が友達目線で書いたのがカルミアなんですけど、私がこの彼女目線で、まあ、彼氏に向けて書いたっていう曲がデスティニーなので、そう、なんかどっちかというと花嫁さん的な感じかも。私が花嫁さんで歌ってるみたいな感じのイメージですかね。はい、キャンさん、あ、
これ読んでいい読んでいいですか、中野真嗣和樹さんありがとうございます。キャンさんへ業務連絡わら、もし歴をだったら琉球新報なので念のため確認お願いしますやばい、どうしよう、違う迷ったんですよ。そう、どっちだったか書かれてなくて、ありがとうございます本当に中野真嗣和樹さん。あのすみません皆さん、先ほどのちょっと聞かなかったことにしてください。もう一回ちょっと言いましょうね明日ですね、なんと琉球新報のレキオのマハロな音楽っていうページに、あの載りますので、ね、記事ぜひぜひ皆さん読んでいただけると嬉しいです。お願いします改めました、はい、ということでありがとうございます。嬉しい、嬉しいっていうか、やばいね、ちゃんと確認 します、ごめんなさいはい、ということで、あ、いいかな、そうですね、あ、もうまだ大丈夫ですね。そう、結婚にね、ついて話をしているんですけど、そう、いっぱい話したいことあったけど、どうしようかな、なんだろう。でもね、私こう名字とかすごい気にするかもしれないです。なんか結婚して、まあ、女性は名字変わるじゃないですか。でなんかそう調べたらマナっていう名字もあるらしくて、まあ、岡山とか大阪になんか多い名字みたいなんですけど、どうなんですかね、わかんない、は私は聞いたことなくて、なんか何間って書いて間の名前の名でマナっていう名字があるらしいんですけど、マナマナになったらどうしようみたいなそう、それとか考えてたりとか、なんかね、変な生卵みたいな、なんだろう、なんかいじられるような名字とかになったらどうするのかなとか思って、そう、結構ね、巻巻さんとか巻さんとか、千里千里さんとか、美咲美咲さんとかいるらしいですよ、普通に実際に、そう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 、いるらしい。そう、なんかね、でも今結構夫婦別姓とかもあるので、私どうなんだろうな、でもアゲナ好きだけど、でもやっぱ結婚するってなったらやっぱ名字変わった方が実感があるじゃないですか。だから名字は変えたいな、うん。でもなんかこういうね活動してたら、まあ、そのアゲナマナっていう名前で今活動してるので、そのままアゲナマナで行くのかなっていう感じで、だからどっちもどっちの二人の自分を生きれるみたいな、わかんないけどそうそうそう、なんかそんな感じでいいかなとか思ってるんですけど、でもなんかあんまり女性の苗字の人とか見たことないな、周りにあんまり会ったことないかも。女性の方のね苗字を使う人もいるじゃないですか、どうなんだろうね、なんか今からでも増えそうですよね、いろいろと、うん、はい、ということでちょっとそろそろ時間が来たのでコーナーに行きたいと思います。アゲナマナのマナーモード、アゲナマナのハッピーモードコーナー、イエーイ一瞬間ぶり、このコーナーは皆さんの周りで最近起こったハッピーな出来事をみんなで共有してハッピーモードになろうというコーナーです。普段の生活で見落としがちの小さな幸せに気づけることが幸せになれる秘訣、あなたの周りで起こったハッピーな出来事を募集しています。メールかメッセージでお寄せくださいということで、皆さん何か最近いいことありましたか？何でもいいのでぜひねメッセージお待ちしてます。なんかね、なんだろう、例えば昨日好きないちご食べれたとかさいちごか分からんけどとか、駐車場近くに止められたとか、そういう小さな出来事でもいいのでぜひぜひお待ちしています。あ、ロッテリーさん、ロッテリーさんでいいのかな、ありがとうございます。キャンさん一瞬見たけど今日スナフキンみたいですねってスナフキンって誰ですか？あれですよ、
ムーミンの、うんうんうん、緑色の帽子かぶってる人です。あー確かに、あ似てるかも似てるかもしれないありがとうございます。毎日がハッピーですよ、生きてるだけでありがたい。あ、うん、確かにそうですね、いいですね。あ自販機で10円拾いました。おーハッピー、めっちゃハッピーいいですね、10円、大事、1円も大事、積み重ねですよね。このなんだっけ、塵も積もれば山となるただ言いたいだけだけど、そうそうそう、そういうことでいいので、ぜひぜひ皆さんお待ちしてます、ありがとうございます。私はですね、最近ハッピーだったことは、まあ、さっきもねちょっとオープニングで話したんですけど、ウェディングのお仕事で綺麗なドレスを着れたこと。そうめっちゃやっぱねドレスを着たらすごい幸せな気分になるし、その会場自体がすごい幸せに溢れてるんですよね。なんかいつもみんなねこう結婚するって決めて、なんか結婚式どうしようかなとか、ドレス何にしようかなって選びに来てる人たちなので、もうなんか幸せオーラすごいもらえるんですよね。それがそう一つかな、ハッピーだったの。あ15番目の男さん、メッセージありがとうございます。マナーに限らず、日本人相手に限らず、外国人の人とグーなる人も名前が面白くなることあるよって。あ確かにそうですよね、なんか面白い人いたんだよな、でもなんかねちょっと名前バレちゃうからあんま言えないけどね、なんかすごい面白い名字とかありますもんね。でもなんか本当に誰と誰を好きになるかとかね、分からないですもんね。どうなんだろう、楽しみだなはい、ということで、あロッテリーさんありがとうございます。ウェディングのお仕事ゼクシーすか、ゼクシーって言ったんですけど、ブライダルフェア、千代田のブライダルフェア の, あのショーがあって、ファッションショーがあって、ドレスお披露目会っていうのがあって、まあ、そのショーに出演しましたね。私はゼクシーも出れるように頑張ります、はい、そしてそうですね、あとね最近ね妹、最近でもないんですけど、結構何ヶ月か前に妹が一人暮らしを始めたんですけど、それで全然なんだろう、あんまり会う機会が最近なくて寂しいなと思ってたら、なんか連絡来て久しぶりに飲みに行きました、二人で。てか二人で飲みに行ったの初めてかもしれない、もしかしたら。そうそうそう、でなんかいろんな話して、あなんか大人になったなっていうね、私より大人かも社会人だし。そうでこう妹と飲みに行ったことも幸せだったし、なんか妹が何よりなんか幸せそうなだったので、今すごい楽しいって言ってて、それもなんかあよかったと思って、そうハッピーモードでした、うん、なんかいっぱいありますよ私めっちゃいっぱいある、時間あるかな、大丈夫とか、あとはねなんだろう、そうそうそう、毎週木曜日の9時からヒーフミーズバーっていうね、いつも牛乳持ってきてくれるヒーフミーさんがやってるラジオ番組があるんですけど、先週の木曜日に遊びに行ったんですよ。そうなんかヒーフミーさんのお姉さんがシンガーソングライターで山子さんっていう方なんですけど、なんか来るから見においでって遊びにおいでって言われたので、あ行こうと思って行って、ね、生演奏聞けたんですよ。もうめちゃくちゃ良かったですよね、キャンさんね、うん、そうそうキャンさんもいつもねやってるので、もうなんだろう、2曲ぐらい歌ってたんですけど、もうギターもすごく、あもう全部良かったです、ギターも歌も。私も同じシンガーソングライターとしてすごい、あなんかああいう風になりたいなって思ったし、すごい感動しました。それもなんか見れてよかったなと思って、遊びに来てよかったと思いましたね。ぐらいかなわかんない、これぐらいかも、はい、ということで、あロッテリーさん妹いるんですね、なんかお姉さんって感じする。あお姉ちゃんがいそうってことですか。なんか私お姉ちゃんもいますよ、3姉妹で、そう真ん中なんですよ。真ん中はみんなに自由人だよねって言われるんですけど、はい自由人ですめっちゃ自由人、
中野町中月さんありがとうございます。ひーふーみーさんが YouTube に沖縄の自然の5分動画アップしてるんだけど、読谷の海の映像と音がめっちゃ心地よかった。暖かくなってきたらマナさんもビーチでウキレレ弾きながら歌ってる動画載せてほしいって。あ、いいですね。なんかひふみさんそういうのもアップしてるんですか？それ初めて情報入りました私。読谷の海いいんですよね。私もよく行きますよ。読谷なんですよ私出身が。なのでしょっちゅう歩いてから行ってます海に。いいですね、ウクレレ弾きながら歌ってる動画載せよう今年の夏は。はい、15番目の男さん、山子さんはビッグネームだよ。弟さんはビッグフット。うまい。確かに。さすがですね。あ、ロテリーさん、真ん中が一番しっかりしてる人。そうなんですか、初めて言われましたよ。なんかロッテリーさんの周りの真ん中の人はしっかりしてるかもね、もしかしたら。私いつも全然しっかりしてない。はい、シュートさん、一回も読谷行ったことないんですか？なんか最近本当にいろんなのできてますよ。なんだろう、なんか長浜とかすごい栄えてて、そう、読谷に長浜っていうところがあるんですけど、結構あの高台っていうか、なんか海が見えるカフェとか、なんだろう、ショップ、セレクトショップっていうのか、なんかお洋服とか売ってたりとか、なんかキャンドルとか売ってるところもあるし、すごい最近カフェとかがめっちゃできてきてるので、ぜひね皆さん読谷に遊びに行った際には、あ、なんか今度読谷の紹介とかもしようかな。リノワンだけどいいのかな、どうなんだろう。大丈夫、ちょっと OK 出たので、もしあれだったら読谷村紹介しますよ、ぜひね。あの、はい、ということで、あ、そろそろ時間が来ましたので、ここで曲を聴いてもらいたいと思います。安室奈美恵さんの Just You and I、 聴いてください。ありがとうございます。やっぱ混んでたんですかね。なんか意外に余裕がありますね。なんか今日大丈夫そうで。大丈夫そうです。来週はゲストが来ますよ、皆さん。先に言うやつ。メール一応あと1通あったんですけど。あ、本当ですか。でもあのこれは僕の方が今読みましょうね。あの大山の宮城さんって方から、はいはい、ライカム前の事故情報ありがとう、ラジオの力ってことで込めて、うん、だからこういうの読んでくれるといいよってことだね。なるほどね、そういうやっぱ情報大事ですよね、はい、うん、確かに。はい、真っ黒にしたらそれできますよ一応。ロッテリーさん、キャンさん、目立ってこないの、クルジョーティブな男のたちの一人。あ、いそう、確かに。めっちゃいそう。一応封印してる、ハットが結構、確かに封印してる趣味の一つにエアガン集めもあるんで。なるほどね。読谷なの、本家は読谷で、あ、本家読谷なんですか。15番目の男さん、旧姓に挨拶行く予定。へえ、そうなんですね。読谷いいですよね。将来は絶対読谷に住みたい。個人おばあになったら地元で暮らしたいな。やっぱ地元が一番ですよね。そうな、地元が一番だなと思う。今日も片付けバタバタだな。今でちょっと整頓しようかな。そう、スクショタイム。あ、スクショタイムじゃなかった。あの写真撮ってる人がいたので、スクショタイムとかいい、なんかね、やりますよね、よくね、芸能人とか。そんなのやったことない。
あ、次からもうスクショタイムってことにしてもいいんじゃないですか。なるほどね。いきますよとか言ってやるって言って。みんなやってーっつって。どこにカメラがあるか分かんないんですよね、私。これあのこの丸い方がツイキャスで。これがツイキャス。あ、これが、これだ。そうです、そうです。で、横長の方は指差しちゃってすいません。YouTube です。あっちが YouTube で、こっちが。そうです、そうです。なるほどね。じゃあちょっとなんか決め顔するときはこっちを見てくっていう感じで。はい、じゃああと20秒ぐらいで曲が終わります。はい、そのままマイクあげますね。お楽しみいただいたマナーモード早いものでお別れの時間が近づいてきましたということで、なんとですね、あ、まだ大丈夫そうですねあともうちょっとありますね、5分ぐらいということで、ちょっとツイキャスのメッセージ、あ、なんかメールが来てるみたいなので、ちょっとキャンさんに読んでもらいたいと思います。はい、では失礼します。大山の宮城さんから、ライカム前の事故情報ありがとう、ラジオの力ということで、さっきのね、はい、事故の情報ありがとうございますというメールが来ております。そうですね、中野町の和樹さんもね、教えていただいて、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。こういうのね、やっぱ情報が入ると、うん、私も結構なんかアプリであるじゃないですか、はい、なんか調べるやつが、なんていうんですか、リアルタイムっていうアプリがあって、うん、それになんか例えば宜野湾渋滞とか調べるとなんかパッて出てくるやつがあるんですけど、やっぱ車に乗ってるとなかなかね、こう調べるのも結構ね、危なかったりするじゃないですか、はい、だからこういうラジオとかで情報がね入ったらすごいありがたいですよね、うん、耳元やっぱ聞きながらっていうのは大事ですからね、うん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 、確かに、はい、いいですね。なんかそういう情報いろいろもっともっとね、なんか敏感になって提供していけたらいいですけどね。はい、ありがとうございます、メッセージということで、今日のトークテーマね、結婚でお届けしたんですけど、皆さんのいろいろ結婚のエピソードなどありがとうございました。ほぼ私のなんか私がなんかどういう結婚したい、結婚何歳にしたいとかの話でちょっと終わっちゃったんですけど、申し訳ないです。はい、ということで、中野町の和樹さん、ひふみさんの動画は昨日のモーニング8で紹介されてました。5分沖縄で検索できたはず勝手に宣伝笑って、あ、じゃあ YouTube とかで5分なんかイントネーション分かんなくなるな、5分あの数字の5に分の分ね、5分沖縄で検索するとなんかひふみさんが上げた動画のが出てくるみたいな、私も後でちょっと調べてみます。ありがとうございます。はい、ということで、なんとですね、来週はあのゲストをお呼びしてお迎えしてお届けしたいと思います。イエーイ嬉しい、ゲストが来たらもう超楽しいんですよ。先週もね、あのしょうごさんっていうしょうごスタイルさんがゲストで来てくれたんですけど、もうめっちゃ楽しかったですよねそうそう、楽しかった、めっちゃ楽しかった、あっという間でした。今日もあっという間だったんですけど、皆さんがねメッセージとかくれたのでありがとうございます。来週は、私の一つ上の先輩なんですけど、なんとね、ミスアースのファイナリストで一緒で そのミスアースで出会った人で、で、まあいろいろね、そうなんか今活動をしてて、その紹介とかもねできたらいいなと思ってるので、皆さんぜひぜひ、もうすごいね、やっぱミスアースにのファイナリストに選ばれるぐらいなので、すごい素敵な女性の方なので、ぜひ楽しみにしててください皆さん。で、美人なのになんか面白いんですよ大丈夫かな、あげて、そうなんか変顔とかしたり、すごい気さくな方なので、なんかツイキャスとかで変顔してもらおうかなとか考えてるんですけど、怒られない程度に、そうそう、なんか多分楽しく来週もラジオをお届けできると思いますので、ぜひ水曜日の8時からマナーモード、来週も聞いていただけると嬉しいです。
して、まあ、先ほども言ったんですけど日曜日の夕方4時からマナモード再放送もしています。ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。アゲナマナは Facebook、Instagram、Twitter もやっています。ローマ字でアゲナマナで検索してください。そして、今年から Tda ブログもやっているので、なんだろう、ラジオで喋ってないこととかも記事にしているのでぜひぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。それではアゲナマナのマナモード、アゲナマナがお届けしました。それではまた来週。あ、早く終わっちゃったいや、まだちょっとこっちでトーク続ければ。あ、そうですね、はい、ちょっと早く終わっちゃったんですけどありがとうございます。15番目の男さん、マナーも散らかあげて面白い人、面白いですか？全然面白いこと言えないんですよ、私。もうちょっと勉強しないとなと思ってますでもありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、また来週もぜひ聞いてください。ありがとうございます。まだあるね終わろうとしてる。30秒どうしよう、何言うの？30秒何言うの？どうしよう、なんか言いたいことあったかな、ないとか言って三河町中崎さん、あ、そうか、ミスアースだから自然も大きなテーマだね、うん、そうですね、確かに自然、なんかミスアースの話もあんまりしてないから、ちょっと来週はそのね、先輩とかとどんな感じだったのかとかミスアースの話とかもできたらいいなと思ってるので楽しみにしててください。久々に会うからすごい楽しみなんですよ、私も。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。バイバーイ、また来週。